ということで今日はやっとだよ。もうだいぶ半年ぐらい前に言ってた宮迫さんとのね、宮迫さんじゃないです、とどろきさんとのねあの曲がやっと完成して、今日ミュージックビデオ撮影ということで、まあ宮迫さんのチャンネルの方では複雑なんだけどね、とどろきさんだから、あの宮迫さんの方のチャンネルでそのミュージックビデオが上がってるからそれ見てほしいけど、こっちでは裏側を映していくということで、なんか俺は今到着したんだけど、坂本がもうとどろきさんの好きな男性役で撮ったんでしょ。はい。どうだった？バキバキです。バキバキだったんだやっぱり。あ、来ました、イケメン役の。あ、どうも。イケメン役だけカメラ向けるやつってバキバキになってた人ですよね。そうです。うん。でもそれで別にね、バキバキになってました。あ、言い訳を試みてやめましたね。実は何年ぶりこんなミュージックビデオ撮影。まあ、まずあの元芸人に何年ぶりって質問はおかしいんだけどまあまあラップやってたからね、もう何年ぶりだろう、4、5年、うん、4、5年ぶり、まあ、とはいえその前もほとんどあんま撮ってないから俺もちょびっと緊張するけどいや俺今正直今このカメラでちょっと緊張してる、やば、もう帰んないじゃんまあじゃあそんな感じで撮っていきます。はい、ちょっと息を吐く上みたいな OK オッケーです。え、いける、最後、いける顔固くすぎない？全然大丈夫です。大丈夫、ありがとう。はい、てめえ大根だなあ、俺演技できないですもん、だってうわ、難しい。ここは盛り上げて、ありがとう、ありがとう。はい、スタート。ありがとう、オッケー、ありがとう、オッケーです。すごいわ、宇治原演技うまい一発ですね、全部一発。おお、めちゃくちゃいい。オッケーです、オッケーです。ありがとうございます。すごいな、レンズ変えましょう。結構女子いいんじゃん。そうですよ、女子ね。男子だけでいいでしょう、ね。はい、すみません。何笑ってんだよ。いいでしょ、いいでしょ。めっちゃかっこいい。え、これ声がある。ここはとどろきさん。あ、そう。なるほど。いいっすね。いいっすね。あ、いいの。めっちゃくちゃいい。っていうね。なんで宇治原さんのラップ部分流さないんですか。ざっと聞かせて。多分自分の生の音でしか多分聞かせてくれないと思う。いやいやいや。お前今日俺をいじる日じゃねえぞ。ふざけんなよ。はっきり言うけど、はい、立てろよ。あんまり言われる。立てにくいっす。いや、それ言われる。それにしても立てねえから。そうですね。今日主役ですもん。ああ。いや、気分悪いからもうタバコ吸う。全然ダメこいつ。浮いていきます。うわあ、とどろきさん。とどろきさん。とどろきさん。はい、オッケー。オッケーでーす。大丈夫じゃねえ。まだバキバキでした。バキバキ、自分後頭部しか映ってないのにバキバキなんだよなんでなんだよ。よし、おっしゃ、よし、行きましょう。 OK、 行こう。大丈夫。もう、じゃあ、もう分かった、俺はもう分かった、イケメンになりきる。もう、そういう速攻にオンにする。日本何も考えない。そこを日本にする。でも、なりきるのはない。イケメン対決。イケメン、イケメン対決。今の女子クイズ寄った時だって逆に。どっちも違うな。結果どっちも違うぞ。違うっすよ。なんだよ、イケメン対決。いや、急にこいつが仕切り直させ、俺そんな取られるつもりで取られたら俺もバキバキになっちゃった。二人ともバキバキだった。どうなってんの。
オッケー、ありがとう、ありがとうございます。まあ、このようにですね、あの坂本と俺には雲泥の差がありますって言ってみたらバキバキだったら怖いけど、まあ、多分大丈夫でしょう。いきます、よーい、スタート。はい、オッケーです。ありがとうございます、ありがとうございます、お疲れです、ありがとうございました。オールアップということで着いた、いや楽しかった。でも楽しいって感じで始めたのが後半くらいからだったんで、そのもうちょっと楽しめたかったかな正直、うん、でもすげえ本当ありがたかった、出していただいて本当に。あとはもういい作品に、うん、なることを願うばかり、うん。久しぶりにやったわ。もう俺何もない、もうオールアップじゃない、もうバキバキじゃない、オールアップじゃないんだよ、はい、でなんとかそのバキバキだとか抜いてるやつは監督にちゃんとお友達だって言ったんで大丈夫、大丈夫らしい、そこは誰が採用したんだよ、こいつボケじゃないこれは結構ガチ全自撮りだよ、まあ、スタッフは全自撮りでやってるでもそれちょっとあのなんでこうねズレが生じる、それはごめん、なんとかあの監督にうまくやってもらえてます。でもそのなんかわかんないけど、はい、すごい監督なんだろうなってのはあの撮っててわかった。あ、本当ですか。あのちょこちょこの映像を見ると、はい、才能をすごく感じた。嬉しいね、タイガこれは。タイガもぜひ。タイガ。タイガがね、もともと親友の後輩みたいな感じで仲良くなって、もう7、8年の仲だったんですけど。でもさ、坂本がさ、はい、タイガって言ってるのがすんげえムカついた。お前は何なんだ、その距離感は。作品としてはね、はい、あのすごく良くなってる。もう、はい、才能あるから。そうそう。結果的にさ、はい、うまく。タイガがいれば大丈夫です。でもなんかすごくいいものが取れた感じはする。それはいけたと思いますね、うん、俺も。なのでぜひあのぜひあの宮迫さんのチャンネルの方でミュージックビデオ上がってます。うん、お願いします。お願いします。本当に。お願いします。お前はもう土下座で。俺はもうです。もう俺は演者としてメイン演者として言い添ってます。ごめんマジなんだ。黙ってりゃイケメンなんだけどね。そうですね。ちょっとあの完成品をぜひ皆さんご覧ください。楽しみにしてほしい。いいものできてると思います、うん、お願いします。お願いします。お願いします。というわけで皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。